What the? Thank you.
ここだ。意義ある。意義あり。Thank you.
아따!
意義あり。
Thank you.
よ。そうですわ。すべてジーケン様のおっしゃる通り。この私が魔女。お話になりませんわ。
意義あり。くだらない。黙って聞いていればいい気になって、長々とまあ楽しそうに。バカみたい。で、結局のところ、何なの？私がメガネを落としたって？私言ったわよね、何度も。事件の数日前になくしたって聞こえてないの？聞いてないの？いいかな？あんたが100回メガネを連呼してもそんなのしたことないけど、あんたの大好きな証拠とやらで立証してみちゃってくれるかしら。事件の起こったその瞬間、炎が上がったあの場所に私がメガネを落とした、そんなの立証できるわけないでしょ。つまり私の勝ち。
マーダラさん、魔女はあなたです。マーダラさん、教えてください。どうして魔法姉さんに罪を着せようとしたのですか？あなた自身が罪を逃れるだけならば、こんな手の込んだ工作は必要なかった。この事件、あなたの強い悪意を感じるのです。魔女の罪を着せるということは、そのものの死を意味する。それを知っての上で、貴様はなぜ魔法ネカタルーシアに？あなたたちに魔女にされた私の気持ちがわかる。魔女にされた？自分で望んだわけじゃない。たまたま魔法が使えるというだけで、見つかったら裁判にかけられておしまい。私はただ平和に暮らしたかった。お花を売って、たまにご主人様に叱られて。だからこんな裁判、何とかして終わらせたかったの。裁判を終わらせる？みんな知ってるでしょ、魔女裁判が終わる条件は物語に書かれているわ。大魔女ベーゼラが家計に処された時、東方帝はその役目を終わるものとする。二度とないチャンスが巡ってきた、そう思ったの。日は暮れかけていて、あの場所には証人になりそうな人たちが何人もいた。私、いつでも見えない杖を持っていたの。こんな日が来た時のために、私の魔法を使ってあの子の正体を暴いてやればいい。そうすればこんな裁判永久に終わる。私は平和な暮らしを手に入れるのよ。なんですって？それでは、まさかそなたは魔法ネカタルーシアを告発するというのですか？伝説の大魔女がどうして誰にも気づかれずにいられると思う？あいつは私たちの中にいるのよ。そして私たちには決して手の届かない物語で完全に守られている。物語に異議ある。そこまでだ。魔女に弁明の余地はない。口を慎むがよかろう。私を助けてよ。あんたも気づいてるんでしょ。あの女が、あの女さえいなくなれば全てが終わる。だってあの子こそ。お願いよ。あんたの獲物は檻の中から解き放たれてしまった。騎士ならばもう一度私のためにその剣を抜いてよ。勘違いするな。騎士が守るべきは貴様ではない。この町、ラビリンスシティだ。私がこれまで、すでに疑わしい貴様を守るような発言をしてきたのは、貴様は魔女ではないかもしれない、その一辺の疑う余地があったからだ。その余地がこうして消え失せた今、宝の剣は貴様を貫くだろう。そんな、魔女たるもの、すべからく
刑に処されるべし。待った、お願いです、もうやめて、こんなこと。魔法姉さん、こんなひどい裁判が終わるのなら、私レーゼラとして処刑されても構いません。だからお願いします、あの方を。東方帝は花売りマーダラを魔女と断定するものである。そして直ちにその刑の執行に移ります。刑の執行って、まさか。この空気危険です。係官、始めるように。いけない、やめろ、やめるんだ。みんな騙されちゃダメ、その子が魔法でがレーゼラなのよ。早くレーゼラを、その子を捕まえて、そしてこんな裁判終わらせるのよ。二度と、thank you.
Thank you.